おはようございます。ぶっちゃけ丸です。今日はですね、高校野球の件で話してみたいなと思います。ぶっちゃけ丸がぶっちゃけるわけですけども、今回春のね、甲子園、中止ということで、すごく、高校球児もそうだし、関係者の方もね、だいぶショック受けてると思うんですね。タイムリーな話題といえばタイムリーな話題なのかもしれませんけど、私はちょっとね、高校野球ビジネスっていうものをですね、ぶっちゃけてみたいと思うんですよ。高校野球、夏とね、春と、両方あったりするんですけど、主催っていうのはこれ、春は毎日新聞、夏は朝日新聞ですか。それとですね、公益財団法人日本高等学校野球連盟、いわゆる高野連ですね。ってものが、やっておりますと。で、これですね、どうでしょう。夏の甲子園も、春の甲子園もそうなんですけど、皆さん、甲子園、高校球児のね、活躍って、好意的に見てる方は非常に多いと思うんですよね。それは本当、そのために一生懸命頑張ってきてるわけですからね、素晴らしいと思いますよ。ただね、甲子園ってもともと、なんていうんですかね、昔、旧制だと中学になるんですよね、高校じゃなくてね。の人たちが、全国、中等学校の、野球大会を開くために作られたっていうのが甲子園なんですよ。だから、甲子園球場所有者の阪神電気鉄道のですね、全員いいですよ。利用料ビタ一文払ってません。タダで使ってます。すごくないですか、これ。だって、歴史はありますよ。そういう歴史があるから、そのね、今の、現在で言えば高校生ですよね。全国大会やるの、それはいくつもあるんですよ。でもよくこの夏の暑い時にね、いや、どうもでやった方がいいんじゃないかとか、熱中症が心配だとか言うじゃないですか。でも、ドームでやったら金取られますよ。甲子園はただ。じゃあ、どっちでやります？ただでやるんじゃないですか？野球ビジネスとしてみればね。これタダで使ってるって知ってました？意外と知られてないですよね。ここはぶっちゃけ丸ですよ。もう僕本当ね、忖度なしなんで、その辺は。でね、実はね、ただプロ野球とかそうなんですけど、スポーツイベントでテレビで放送するのって、いわゆる放映権ってあるじゃないですか。で、それを払って、独占的に放送しますよってことができるわけなんですね。高校野球ね、放映権ただ。ちょっと待ってくれと。球場はただで使って、放映権料も取らない。で、放送してるとこ見たら、天下の NHK じゃございませんかと。ここまで来るとね、どうですか、これ。で、実際ですよ。高校生が、例えば、どうでしょう、全国大会でね、来ますよね、人ね。選手に、1校あたりですよ。選手18人、責任者の、教師1人、監督1人の20人分を限度として、旅費と滞在費補助を支給してるんですよ。いいですか？これ大事なところですよ。滞在費っていうのは、この抽選日からその学校の最終試合の日までね、この日数に対して1人4000円を補助してるんですよ。どうでしょう。優勝旗返還で、主将と同伴した教師の場合っていうのは、2000円とかね、ちょっとこれ小さい話ですけど、ちょっと待ってくれと。あれだけ大規模なイベントですよ。しょぼくないですか、この補助って。補助なんですか、これ。補
補助って言えるんですかっていうレベルですよね。これね、驚いちゃいました、ね、実態調べたら。高校生食い物にして金儲けしてたかってるだけじゃないですか、これ。だから、ほら、例えば、どうでしょう。高校の体育の連盟として、高体連ってありますよね。で、これが要はインターハイとかやってるわけですよ。で、高野連って、高校野球連盟で別組織なんですよ。まあ、例えば、これ参考になるかな。まあ、単純な話ですよ。まあ、確か収支決算98回かな、見たときに、まあ、細かい数字はちょっとね、調べていただければ分かるんですけど、まあ、決算見ると1億円ぐらい黒字になってるんですね。だいろんなお金かかってるものはただで散々使い倒して、人も使い倒して、でさらに利益まで生んでるっていうね。それじゃ高体連と一緒にやるのがやらないですよ。だって儲かるんだもん。でね、まあ例えば NHK とか、まあその一民間新聞会社ですよね。これはまあそれ自体で金が儲かることはないかもしれませんけど、この広告効果ってすごくないですか。全国レベルっすよ。これ広告で同じようなレベルで、ああいう、こう、なんていうんですかね、こうイメージも良くてね、ってなった時に、金額に換算したら何百億ぐらいのレベルの、まあもっとかもしれないですよね。まして歴史とかもあるわけですから。もう、ごっつぁんですよ、これ。ゆすりたかりとまで言ったらね、言い過ぎかもしれませんけどね。だって、球場ただでしょ？で、放映権料もただでしょ？で、実際やってる人たちも、ほぼほぼただでね、やらしてるわけですよ。それで、頑張れ頑張れっつって、視聴率取れてたりするわけじゃないですか。なんか間違ってません？これスポーツを食い物にするっていうんじゃないですか、こういうの。だからね、まあ、錯覚の科学の応用の時でも話しましたけど、これ思い込みってのは怖いですよね。私たちは、なんかそういう間違ってるものじゃないんですかって言いたくなるような制度の上に成り立ったものを見て感動したりね、喜んだり悲しんだりとかねしてるんですよ。だったら正当な報酬払ってあげません？だってねえ、そのだけ儲かってんですよ、これ。じゃあ球場代払ってやってくださいよってレベルじゃないですかね。で、放映権だって取ればいいじゃないですか。で、取った金を、じゃあね、変な話ですけど、いろんな全国各地から来るね人たちの、旅費や滞在費にもっと補助するのに全額負担したっていいんじゃないですか。誰も言いませんよね。誰も言わない。それを言う。だからぶっちゃけ丸なんですよ。いやいや、すいません。今回ですね、もう本当これだけに絞って急遽、まあね、ちょっと高校野球児の、ね、涙にね、僕突き動かされてつい内実をぶっちゃけてしまいました。申し訳ございません。腹黒の、ぶっちゃけ丸と、まあ、一生懸命ひたむきに頑張る高校球児、全然違いますね。まあそれがぶっちゃけ丸なので、まあ、体は中年、頭は幼児、まあ本当に風変わりな情けない人間と言われても、まあ言い返せないぶっちゃけ丸なんですけども、本日もどうもご視聴ありがとうございました。今後もですね、またこういうぶっちゃけ話ね、忖度なしでやらせてもらいますので、今後とも引き続きごひいきにしていただければと思います。本当ご視聴ありがとうございました。失礼します。